こんにちは、みやこです。前回はね、戦車まるまる作り終えました。今回はウェザリングから始めていきたいと思います。墨入れ塗料のブラウンを使ってね、全体的にワシャワシャって、これウォッシングって言うんですかね、ちょっとあの技の名前がいまいちよく分かってないので墨入れとしか言えませんが、うん、こんな感じで全体をねバシャバシャ塗って、その後キムワイプで軽く拭き取りだけにとどまらせようかなと思いました。てかごめんなさい、この戦車のことを十式って呼んでしまってね、コメント欄がだいぶ荒れてしまいまして本当に申し訳ありません。ひとまる式ですね。今後はもう二度と間違えぬようにしますので、皆さん本当ごめんなさいね。いろいろご指摘ありがとうございます。このひとまる式を作ってコメント欄でご指摘いただいて、あ、やっちまったと思って急いで YouTube とかでね、ひとまる式のことを知り始めました。もう知るのが遅いですね。知ってから作れよって、最低限のことは知っとけよみたいなことをね、自分で痛感いたしましたよ。続いてウェザリングマスターを使っていくのですが、こうやってね長年経ったものって表面カピカピでね、ブラシに全然つかねえんですわ。そういう時はね、水を滴らせて爪楊枝でガシガシってこすって上の面を取り除いてあげるとね、下に埋もれていた新しい粉たちがブラシについてくれるので、しょっちゅうねその技使ってますね。すぐ乾燥しちゃうんですよね。でこのブラシめちゃめちゃやってたじゃないですか。後でやり直す、後で説明するねそして掃除してた時にこのウェザリングスティックっつうのをね、あ、だいぶ前に買ってたなと思って、で、あ、やっと戦車の時に使えんじゃんって思って引っ張り出したんですよ。うん、これめちゃめちゃね、買った当時は何これ使いづらって思ってたんだけど、こうやってさ戦車に使ってやるとすごいアクセント出ますね。これなんかねベットベットしてるから、この履帯のね間とかにねめちゃめちゃこびりついてくれるの。だからウェザリングマスターとかでつきにくいこの立体的な汚しに最適だなって思いました。で上の方はあんまり汚れがつかねえのかなと思って、あんまやってない、控えめでね。でもさ、ウェザリングってどこまで汚すべきか問題って永遠の謎ですよね。ほんとさ、これ楽しいからさどんどんつけすぎちゃうんだけど、そうするとなんか、あ、汚れすぎじゃねって思ったりとか、その加減が非常に難しいでござるね。今回のジオラマのシチュエーションとしては、ジメッとしたところを走ってホコリっぽくなったひとまる式的なアイデアで行こうと思っております。だからね、下の方にドロドロの汚れをつけようかなと思って、こういうね、今回情景テクスチャーペイント2の初めて使ってみたんですよ。これを筆につけてこうやってポンポンポンって飛ばしていくの、これ超楽しいね。指めちゃめちゃ汚れるし、周りもね結構ね飛ぶから私もいろんなところへ飛び散ってちょっと片付け大変だったりしたけど、この飛ばしはねめちゃめちゃ楽しかった。これもね、立体的な汚れをつけるのにめちゃめちゃ最適だなって思いました。ほら結構さ、ドロンコ遊びしてる感じになりましたでしょで最後にウェザリングマスターでバシバシってやった後、半光沢を拭いてねコーティングしたのですが、そのさウェザリングマスターの粉粉がね全部なくなっちゃったんですよ。なので再度もう一度ね同じ手順をやり直しましたよ。これどうしてもね、このホコリっぽくなったやつをやりたかったの。これさ、ウェザリングマスターって E セットをね今回めちゃめちゃ使ったんですよ。でこのエッジのラインを際立たせるのに最適だなって思って、これね結構多分やりすぎたと思うが、とても楽しくできました。続いて動画ではお初のフィギュア塗りをやってみますね。この方最後どうなっちゃうんでしょうか。皆さんぜひ、うん、温かい目でご覧くださいませ。なんかさ、ちらって見たりだか聞いたりだかしたのでは、人間に服を着せるような順番で色を塗っけていくといいみたいなことをね情報は得ていたんですよ。なのでまずは灰色、肌色だろうと思ってね、人間の皮膚の色からやってみました。で3回塗りね。で肌色だけラッカー使ったので、その後の洋服の部分はアクリルガシを使って上に重ねていく感じで塗りました。でめちゃめちゃ難しかったのは迷彩模様ね。もうさ、この緑塗ってて、あ、これだけでも結構いいんじゃねって思ったの。そう、迷彩で失敗するよりかはこの緑一色で、うん、ピシッてしてた方が絶対いいと思ってたのね。だってさ、迷彩なんてかけるわけないじゃん、こんな小さいフィギュアさんに。でもやってみましたよ。結果ね、今言っちゃうけどかなりねポップな感じになりました。だから家でねミスターポップと呼んでおりますね、この方。ほんとごめんね、なんか
迷彩もさ、模様、私絵のセンスマジでないから、もう迷彩っつうのが描けないの。なんかこうやって水玉をいろいろな色で足していけば、まあそれっぽく見えるんじゃねーと思って、基本丸ね。だからね、すごいポップさんになっちゃったんだけど、皆さんこの迷彩画やどうやって描いてるんすかって聞きたくなるぐらいさ、ハイレベルな戦いになりましたよね。もうこの方もびっくりしてると思う。俺こんな迷彩着たくないよって言ってるもん、顔が。あ、でね、今回ね、顔はね、ほんと肌色だけ、そういう顔の表情とかマジつけてないから、ドアップで見るとほんと顔がない人になっちゃったんだけど、それはもうご了承ください。もう これで分かったでしょ皆さん。私が顔なんて描いたら、もうへのへのもへじ以下の、もう怖いホラー人間になっちゃうからね。いや、もっともっとフィギュア塗り練習せねばならねえなって思いました。これからも戦車作っていきたいしね。なぜかね、戦車には人乗せてもいいと思えちゃうんだよな。なんでだろうね。飛行機とか船は私のもんだってすごいね、欲張りが出てきちゃうんだけど、戦車はなぜかその欲が湧き起こらないんですよね。うん、だからこの方にぜひ乗ってほしいと思って、一応ね、愛情は込めてるの。本当に服を着せてあげるような感じで挑んではみたのだが、いやー、なんともね、ポップさんになっちゃいましたね。で、最後の最後でね、このスミレ塗料のグレーを使って、なんとかもっと色を落ち着かせられないかなって、最後のあがきですね。やってみたが、まあ結果ね、やっぱポップさんになっちゃったんだよな。ほら、この格好だとさ、なんかディスコにいてもおかしくないような迷彩になっちゃいましたね。続いて、やっとやっとやりたかったジオラマに入っていきます。この土台と粘土と、この青い、なんだっけ、スタイロフォームだっけな、これはね、100均で揃えたの。この青いやつはもともとポケモンのジオラマ使ってた余りを再利用してますね。で、粘土も一応何個あったらいいのかなと思って見つかったけど、1個で足りました。で、土台のこの箱もね、100均で買ったんだけど、この中にこの青いのと粘土を敷き詰めて、シャレた風な土台を作ろうかなって思ってみたの。もともとね、この私がこれからやりたいジオラマはモデルアートの雑誌で、あ、これいいじゃんって思ったのを丸パクリっていうか、自分でできるところはなるべくやってみようぜ精神でやってみたのね。でもね、モデルアートの完成写真通りにまるで似てないの。だから本当なんか自分センスねえなって、もっと練習せねばならぬと思いましたね。ジオラマはマジでさ、頭の中ではね、完璧に描いてるの。あ、これはこうでこう進めていけばいいんだって。で、いざ手を動かすと全然うまくいかねえ。なんて自分不器用なんだって思いましたね。で、こんなガチの粘土なんてね、中学生以来だと思うよ、こんなね、ベタベタ触ったの。いや、懐かしいなって思いつつ、私子供時代の図工ってマジ苦手だったんだよな。ほんとセンスないからさ、うまく作れなくて苦な授業でしたね。で、粘土ってさ、こうやって大人になって触ると楽しいね。気持ちね、右斜め上の方だけもっこりさせたかったの。っていうのも、ここにね、草を敷きたかったから。で、気持ち表面もっこりさせた後、戦車乗せてみて、あ、こんな感じで乗るのねみたいな。で、その地面にね、履帯の跡をね、つけたかったの。で、モデルアートとか見てたら、自作した履帯をなんかペタペタやってみたいな書いてあって、え、そんなんねえし、どうすんのって。余ってる履帯なんかうちにないからさ。で、編み出したのがこれね、あの戦車自体をペタペタさせて、本当荒技を使っちゃったんですが、それしかね、方法が思いつきませんでした。これからはあれだね、ジオラマ作るぞって決めて、プラモ作る前に履帯をバラバラにしてペタペタするしかないのかな。まだ余ってる履帯なんてうちにねえしね。で、その次ね、粘土がまだ固まってないうちにやらねばと思ったのが、この石を敷き詰める作戦ですね。これね、やりたかったのよ。石をさ、こうやって、で、石と草を同時に生やしていいのかなって思ったんだけど、まあやりたいことをやっちゃえって精神が働いたので、好き勝手なジオラマを作ってみました。そして粘土の表面をデコボコさせたかったので、草ね、これ何年か前に自分でブレンドした草なんですが、これ敷き詰めて、まあ緑色なんですけど、後で塗装するのでね、あの立体面だけ欲しかったので、うん、敷き詰めてみたんですが、この作戦大失敗ですね。後で言うんですが、もうマジやんなきゃよかった、石も草もマジ塗装する前に生やさなきゃよかったって
って本当に後悔、もうみんな絶対やらないよねこんなこと。で粘土まだ固まってないから、こうやって上からポンポン押さえつけときゃ固定するだろうって思った自分がマジ考え甘かった。もっとさ、固定するならボンド使ってもうべちべちに固定しとけって思いましたね。本当ダメよ、粘土を甘く見すぎていました。そして3日ほどね乾燥させたので完璧っしょって思って、念のためこうやって落としてみたらもう小石ベトベトに落ちましたよね。この後のエアブラシマジで不吉な予感しかしなかったの。案の定でめちゃくちゃ飛んだね。こうやってさ手でトントンしただけでもすげー落ちたじゃないですか。でその後もね懲りずにすぐエアブラシやっちゃったの。まずね、あの履帯の走った後の表現をしたくてココアブラウンを使ってこのあの表現をしたかったんですが、ココアブラウンって色間違ってましたね。もっと茶色っぽいやつ使えばよかったと思って、家にある即席の茶色っぽいやつがこれ一番じゃねえと思ったけど、すげえ赤が残っちゃいましたね。そしてその後にグレーを使って赤を残しつつグレーっぽくするのがいいよってモデルアートに書いてあったんでやってみたんですが、むずいよ。あー全然雑誌の通りにうまくいかねえなって思いながらやりつつも、エアブラシはね好きだからどんどんやれちゃうんですよね。こんな感じで履帯の走った後の表現を終えたらフラットアースでね地面の塗装に入ります。これでね、あの草の元の緑とか消すぞと思ってこうやってエアブラシしてたらさ、まあ飛びまくり祭りですよ。ポップコーンかよって思うぐらい自分でさ吹きながらさ笑ったよね。さすがにこれマジで石が厄介すぎてほんと嫌になりました。でもこんなポンポン飛びながらもやり続けちゃうんですよ。なぜなら私はズボラですから。もう飛んだ後の白くなった後もエアブラシで拭き続けちゃえと思ってこのまま突き進みましたよね。でこの後ね情景テクスチャーペイントをここで使ってみようぜって、もう上から重ね塗りですな。さっき散りばめた石とか草とかも無視、この上にもうテクスチャーペイントでやっちゃえ作戦です。てかもう最初からこれでやりゃよかったってマジ後悔しながらやってる。で見て、あの石とか敷き詰めたからこうやって筆で塗ろうとするとマジ筆に石くっつくので、爪楊枝でもやってみたんだが爪楊枝で塗っても石とか草がこうやって爪楊枝にくっついて、あーもうこれ本当にイライラしたもう何、石とかさ最初にさ取り除けばいいじゃんって皆さん思うでしょ。でもズボラだからそのまま上からやっちゃうの。本当取り除く方がめんどくせえと思って、もうダメだよね本当ズボラ精神なかなか治りませんな。なので今度からはあらかた地面を塗装した後にこの情景テクスチャーペイントを盛りだくさんに活用してやろうかなって思ったの。うん、下手な私は道具を使って技術を金で解決するんだ、もういい世の中にはね便利グッズがたくさんあるもんで、ズボラな私でもさこうやってテクスチャーペイントを使えば立体的な土ができるんですよ。ほんと今の時代に生まれてよかったって思いましたね。このやり方をね今左の隅の方だけやってますが、あの全面に施します。もうリセット作戦ですわ。ほら見て、こうやって塗り始めた途端に石がさこうやって爪楊枝に張り付いて仕方ないんですよ。ほんともうダメだね。それで一丸式のことを動画でいろいろ見てて、一丸式ってあれなんですね、初めて日本の技術だけで作った戦車だそうで、わーマジかっこいいなって思った。走ってる動画とかさ、あのねぶっちゃけ初めてこうやってまじまじと食い入って見れたの。なぜなら興味を持てたから。こうやってさ自分で作って感じることができないと興味持てないなって思いましたね。でその富士演習場で走ってる姿とかを動画で見て、うわめちゃめちゃかっこよって思って、私が好きになったのは走ってる途中にさ上だけさくるんって回転して砲からボンって発射するじゃないですか。走りながら回転するあの感じめちゃめちゃたまらないですね。え、あんなスムーズに動くんだと思ってマジニヤニヤしながら見ちゃいました。しかも富士演習場で一般公開日とかがあったんですね。今コロナになっちゃったからあるかわかんないけど、うわめちゃめちゃ行ってみたいって思ったの。そういうさ自衛隊
のイベントって今まで落下さんだけは見たことあるんだけど、その時はまだプラモ作ってなかった時に見たもんだから、もうちょっと前からプラモやっとけば、その落下さんの時もね確かに戦車いたのよ。でもマジで興味なかったから素通りしてたよね。ほんともったいねえことをしたと思って、でなんか訳も分からずお土産でさスコプーンを買っちゃったよねはい、そんなこんなでウェザリングバスターを使ってね、この履帯のエッジを際立たせた後にフィールドグラスを使って草を生やしたいと思います。これねまず適当な長さにカットしたのを大量に用意しましてですね、水溶きボンドの中にフィールドグラスを詰め詰めにして浸したのをそのままジオラマにくっつけるといいよってモデルアートに書いてあったんですけど、私この作戦自分に合ってないなって思った。あのさ理想的なね草にならなかったの。私の理想的な草はもうちょっとさふわふわってしてる感じにしたかったんだけど、これじゃあさボンドに草が浸してあるからあのなんかボンってした感じになっちゃうじゃないですか。だからあらかじめジオラマの地面にボンドを敷いてその上に草生やした方が私はやりやすかったなって思ったね。この方法でやるとふわってした草に多分個人的には近づけられたと思う。でこの作戦の悪いところはこうやって上から草をふわって乗せてるわけだから全部ボンドに浸かりきってない草が発生するのね。だから上から結局ボンドを垂らして固定してふわふわな草にはあんまり近づけなかったんだが、やり方としてはこっちの方が断然やりやすかったです。私はだよの問題なので、皆さんがどうやりやすいかはコメント欄で教えていただけるとありがたいです。本当なんかボンドのね使い方マジ難しいです。まだまだ練習の余地がありますなって思いました。このフィールドグラス結構使ったんじゃねと思うでしょ。でもねこれでも4分の1ぐらいも使ってないと思う。だから最初のコスパはかかるけど後々にも使えるやつだなって思いましたね。でこの草にも色付けをしたいと思います。で塗ってみたのですが、あの地面側の方の色がなんともカレー色になってしまいましたね。これまた配色をマジ間違えてしまいました。そして最後にこちらのアイアンペイントのアイアンブラウン2のを使って側の色味をかっこよくすればもうちょっとマシになるんじゃねえと思って最後のあがきですね。これはね塗るだけでアイアン調の雰囲気が醸し出せる神アイテムということで使ってみたんですが、木にあったからなのかな、あんまりアイアン味が出せなかったんですが、まあないより一生的な感じでね塗ってみました。で乾燥後にまた二度塗りして、厚みを出したんですけどね、これ塗るのすげえ楽しかった。だってね希釈もいらないしそのまま使えるから手軽ですよね。あと水性なのでもう水で落としちゃうっていうのはもう楽ちん、筆の手入れマジ楽でした。ですげえ今更なんですけど粘土乾燥した後さすげえ縮まるんですね。だからさこうやって木の枠と粘土の間に隙間が発生していますが、もうこれはもうどうしようもやる気が出ませんでした。勘弁してください。隙間ありきの私の作品ということでなんとか完成いたしました木の枠から戦車はみ出ちゃってるよっつうのが私のお気に入りポイントですね。題名は何でしょう、ミスターポップさんと人丸式戦車ってな感じですかねほんとなんかポップさん浮いてますよね。いろいろやらかしたところもあるけど、こうやってさ完成を見るとお結構いいんじゃね的な出来にはなったと思います。個人的にはね大満足。こんなシチュエーションねえよって思われる方いらっしゃると思うんですが、まあ私の頭の中のワールドということで本当いいの、これでいいの実際にある情景をそのまま模写してその通り再現つうのは私にはできないので、こういうジオラマもありだよねつうのが、理解していただけたらと思います。ほら写真でうまくいいアングルを見つけるとさ結構いい感じになりますでしょ。戦車の出来はいいと思う、自画自賛だが。でこの人丸式戦車ねスケール48分の1なので今まで作った冷戦とかコルセアトムキャットと並べてみました。戦車と飛行機並ぶと最高にかっこいいですね。夢のコラボということで大きさ伝わりましたでしょうかね。トムキャットさんが来るとあれだな、トムキャットが主役に見えちゃうからあんまり並べたくないなって思いましたね
細かい塗り分けをしているそばに必ず現れる悪魔。ここって出来上がったら絶対に見えない部分だよね。あるある。あ、パーツ飛んでっちゃった。あっちの方向に飛んでったから、あっちを探していこう。あれ、ないなぁ。いや、待てよ。で、探してたら、なんでこっちにあるんだーって、どうしてこっちに飛んでったんだって、あるよねー。ここまで見てくださってありがとうございます。それではまた来週お会いしましょう。では。